皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、明日から開催されるアマゾンのね、まあ、毎月恒例なんですけども、タイムセール祭りが開かれますので、そちらのねご案内をしたいと思います。でいつもはですね、アマゾンのタイムセールが始まって午前中にねセール会場をバーッと見渡して、あ、こういうおすすめ品がありますよっていうのを、まあ、その日の午後ぐらいにですね紹介するというのが恒例だったんですけれども、前回の9月もそうだったんですけれども、タイムセールに登場すると予告されている製品の中に一つね、もう開始と同時に飛びつかないとおそらく売り切れてしまうものがありますので、で今回は9月に引き続きですね、またタイムセール開催の前日にこれおすすめですよ、スタートと同時に狙ってくださいということで、この動画を撮影しております。はい、ということで今回は明日から始まるね、Amazon タイムセール祭りの狙い目の商品、これをね紹介したいと思います。はい、でその前にですね、もういつも恒例なんですけれども、ポイントアップキャンペーンも始まっておりますので、そちらの方のねご案内を先にしておきたいと思います。はい、こちらがねセール祭りのページになりますけれども、ポイントアップキャンペーンですね、まあ、いつものようにこのキャンペーンにエントリーする、これをねクリックするだけです。でちょっとね詳しい条件をお伝えしておきますけれども、今回ねタイムセール祭り10月29日金曜日9時スタートですね。でここから31日の次の日、日付が変わるまで終日ですね、3日間にわたってタイムセールが行われるんですが、でまずはねキャンペーンにエントリーするというのが条件なんですが、タイムセール祭りの期間中に合計1万円以上のお買い物をすると、これが2つ目の条件になります。でさらに次の3つの条件で最大 6.5% の還元を受けることができます。でその条件というのがこちらですね、まずエントリーして1万円以上の買い物をすると、でその時にですねプライム会員に入っているだけでプラス 2% です。ですので、まあ、今回ねまだプライム会員に入ってないという方はね、ぜひともプライム会員にご加入ください。30日間のね無料期間でもこのねキャンペーンの対象になります。またねプライム会員に入ると送料が無料というだけではなくて、プライムビデオとかですね、もういろんなエンタメサービスがありますので、本当にね生活が変わる、生活が楽しくなるっていうようなサービスを月々ね500円程度の料金で手に入れることができますので、これね入ってないと損だと言えるぐらいのサービス内容ですので、ぜひねこの機会にご加入されたらと思います。はい、そしてここ大事なんですけども、よく忘れがちなんですね、 Amazon のお買い物アプリで必ず購入してください。そうするとプラス 1% で、あとお支払いなんですけれども、 Amazon のマスターカードを持っているだけで 1% プラスで、さらにそのカード2種類あるんですけれども、ゴールドカードでお支払いするとプラス 2.5%、 クラシックカードだとプラス 2%ということで最大 6.5% のポイント還元があります。まあ、タイムセール祭りですので、いつもの価格よりも割引されている上にですね、最大 6.5% のポイントを還元されるということでね、ぜひねこのポイントアップキャンペーンご利用してください。はい、ということでね、おすすめ品を紹介していくんですけれども、このねタイムセールのページの下の方にですね、こういうふうにこういう商品が出てきますよというね予告商品、これがねずらっと並んでるわけですよ。でこれを見ていると、ここですね、生活家電、オフィス用品などの欄にこれです、 Apple Watch SE が出ているんですよ。はい、それでですね、 Apple Watch に関しては、実は前回9月のセールの時に予告で Apple Watch シリーズ6が登場するというふうに出てたんですよね。それで前回はねこれ狙い目ですよということで動画でねお知らせしました。でなぜかというとですね、 Apple Watch って Amazon のセールに出てくるともう大抵ね売り切れてしまうんですよ。あっという間に売り切れます。でさらにですね、9月のタイムセールのタイミングっていうのが、もう Apple さんからシリーズ7最新モデルの発表がありました。でもまだ発売はしていませんっていうタイミングだったんですね。なのでシリーズ6が、まあ一応その時点ではフラッグシップモデルだったんですけれども、もう型落ちになるのは時間の問題というタイミングで、事実上の在庫処分セールになるぞと。ということでね、僕はシリーズ6かなりね安い価格、かなりお得な割引率で登場するんじゃないかということでお伝えしたんですけれども、残念ながらですね、セール始まってみるとたった 5% の割引でした。まあ 5% でもね、アップルさんって絶対値引きしませんので、
まあお得には購入できるんですけれども、なんだ 5% かと思ったんですが、やっぱりね売り切れたんですよ。あっという間にどんどん減っていったんですよね。でね、今回 SE が登場するということで、ちょっとねご存じない方のために説明しておくと、 Apple Watch ってシリーズ7、それから SE、 あとシリーズ3というモデルがね現行3つのラインナップで発売されています。はい、でフラッグシップモデルがこちらですね、シリーズ7、先日発売になったモデルなんですけれども、これがね 48,800 円からなんですよ。まあまあいいお値段しますよね。でところが SE っていうのは、はい、こちらなんですけれども 32,800 円からなんですよね。まあ 16,000 円ぐらい安くなるんですけれども、こちらはですね SE スタンダードエディションっていうような名前の通り、まあ廉価版といいますか入門機ですね。 Apple Watch の基本性能はそのままに、最新モデルだけに積まれている例えば血中酸素濃度を測るためのシステムとか、あるいは常時点灯モードですね。 Apple Watch って自分の方に向けると画面が明るくなるんですけれども、違う方向を向けるとね暗くなるけれども時間を表示してくれてるんですけど、このモードがねなかったりっていうことで、まあ必要最小限の機能を詰め込んで、その代わりお安くしてますよっていうのが Apple Watch SE です。でこの SE っていうモデルが今までね、確か僕の記憶だと Amazon のセールにほとんど登場してきてないんですよ。はい、これをね見ていただくと分かると思うんですけれども、 ずっと 38,280 円のままで、まあたまにですねこういう 37,506 円とかちょこっとこう一瞬安くなっている時があるんですけれども、今年のね4月以来ずっとねセールには登場せずにいつもの価格で売られています。はい、でこれがね今回登場するということで、予告モデルとしてはですね 40mm の GPS セルラーモデルですね。なのでちょっとお値段高いんですよ、 38,280 円なんですが、まあ、おそらくねこのモデルだけが登場するわけではなくて、 Apple Watch ってケースのねカラーバリエーションと、あとバンドのバリエーションですね、この組み合わせでいろいろなタイプがありますので、複数登場してくると思います。で今現在ねシリーズ7が出たところなんですけれども、シリーズ7にしようかな、やっぱり少しお値段が安い SE にしようかなと迷っている方おいでると思うんですけれども、 SE を購入するのであればここチャンスだと思います。 Apple Watch SE ってね去年出たモデルなんですけれども、今もねサクサクと動きますし、廉価版とはいえですね Apple Watch の楽しさを十分に味わうことができるモデルですので、これはねおすすめしたいと思います。まあ、ただね割引率はそれほどではないだろうなというふうに思っているんですけれども、まあ 5% とかそれぐらいだと思うんですけれども、ポイントアップキャンペーンと合わせると普通に購入するよりはまあまあお得に購入できますので、 SE を購入検討されている方はここ狙い目ですので、セールが始まるね9時ちょうどにアクセスして購入されることをお勧めします。本当にね毎回セールの時そうなんですけれども、いろんなバリエーションの Apple Watch がバーッと1ページこう並ぶんですけれども、お昼ぐらいにはねもう半分ぐらいになってしまいますので、狙ってる方はね速攻で購入してください。あとね予告ではセルラーモデルっていくとなってますけれども、おそらくね GPS モデルも登場すると思いますし、それからですねシリーズ6とか5なんかもね出てくる可能性がありますので、いや SE よりもシリーズ5や6の常時点灯モデルの方がいいんだという方はね、そちらも出る可能性がありますので、ご注意いただけたらと思います。はい、ということで Apple Watch SE を狙ってくださいという動画なんですけれども、まあ、ついでにですね今分かっている範囲でこういうのが出ますよ、おすすめですよっていうのをいくつかね紹介しておきたいと思います。でまずはですね一つ目がこちらですね、ミマソさんのガラスフィルムですね、 iPhone 用のガラスフィルム、こちらね以前動画でも紹介したんですけれども、ミマソさんのねiPhone 用ガラス保護フィルムってね安くてしかも性能がいいんですよ。通常でもね1199円でさらに 10% オフのクーポンが適用されるんですよね。だからまあ本当に1000円ちょっとぐらいで買えるんですけれども、まあ、こちらがですね前回のセールでは1107円まで落ちておりましたので、まあ、通常よりはね100円ぐらいお安くね買えるんじゃないかなと思います。 iPhone 13シリーズね購入したけれどもまだガラス保護フィルムを買っていないという方とか、あるいは iPhone 注文したけどまだ届くの先なんですっていう方はね、購入して準備されるのがいいんじゃないかなと思います。はい、それからですね Amazon デバイスですね、 Amazon のセールで狙い目といえば Amazon デバイスなんですけれども、
前回に引き続きですね、こちらがね、おそらくお安くなると思います。 Fire TV Stick 4K なんですけれども、でこれね、もう新製品、次の世代のモデル、新しいモデルが登場しておりまして、はい、それがこちらになるんですけれども、 Fire TV Stick 4K MAX というモデルです。でどうも処理速度が上がっているというようなことらしいんですけれども、基本的な性能はね、同じです。でご家庭のテレビに、この Fire TV Stick 4K をつないでいただくと、プライムビデオとか YouTube とかね、テレビ画面で見ることができるようになるんですけれども、これがですね、前回のセールの時にびっくりするような価格で出ていまして、通常6980円のものが3480円だったんですよ。半額だったんですよね。なのでこのモデルに関しては今回も、まあ、在庫処分という関係で半額ぐらいの値段で出てくると思います。ということで、こちらもね、おすすめしておきたいと思います。はい、あとですね、食品でいうとこちら、今年これをよくおすすめしてるんですけども、小分け3種ミックスナッツ 1.05kg ですね。これね、通常でもこちらですね、3000円の価格のものが2250円で発売されているんですけれども、もういつ買ってもね、お得なんですが、これですね、セールになるとだいたい1900円ぐらいで登場してきます。はい、こんな感じですね。でこういうミックスナッツ類ってグラム2円台だとかなりお安い方ですので、まあ、今回もね、1900円ぐらいで登場するとなるとお得な価格になっていると思いますので、おすすめしたいと思います。で小分けされている小袋に入っているのがすごく良くて、まあ、3時のね、おやつタイム、ちょっと小腹が空いたなっていう時に、甘いものではなくてナッツ類をね、食べると、まあ、腹持ちもいいですし、太らないっていう点でもね、いいと思いますので、ダイエットねされている方なんかにもね、おすすめしたいと思います。はい、あとですね、洋服、バッグ、ファッション小物などの中にこれですね、ミステリーランチのリュックが入っております。でミステリーランチのリュックって、まあ、あまりまだ見かけないと思うんですけれども、こういうバッグ好き、バックパック好きのものにとってはですね、結構有名なブランドで、アメリカのブランドだったと思うんですが、コアなファンの方多いんですよね。で今回ね、予告に出てきているのが21リットル、ちょっとまあ小さめのリュックになるんですけれども、通常価格2万円のものがいつもですね、9899円、半額なんですよね。なので非常にお買い得だと思いますので、おすすめしておきますけれども、ただしですね、こちらはちょっとこれを見てほしいんですけれども、これ確かね、タイムセールの時期なんですよ。ここもそうですよね。このリュックね、通常13800円とか13000円台で売られることが多いんですけれども、こういうね、セール価格9980円になってるじゃないですか。今回ね、セール直前に9899円になってるんですよ。はい、なので、もしかするとタイムセール始まってもこの9899円の価格そのままということがありえます。そういう商品ね、多いんですよ。タイムセール直前にカクンと値段が下がって、でそのままタイムセールに突入するというものが多いので、ちょっとね、その辺タイムセールが始まってからの価格を見て判断していただけたらと思います。タイムセール中に9899円よりも安くなっているのであれば、これはね、お買い得だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、明日から始まる Amazon タイムセール祭りの、まあ、目玉商品といいますか、始まったと同時にこれ狙ってくださいというものを含めて、いくつかね、おすすめ商品をご紹介しました。まあ、Apple Watch SE、まあ、そうは言ってもおそらくね、それほど値引きはないと思うんですけれども、まあ、若干でもね、お得に買い物できるのであれば、もうこの機会をね、使わない手はありませんので、本当にね、アプローチ SE を狙っている方、これ結構チャンスだと思いますので、ぜひね、明日の9時、まあ、平日ですのでお仕事中だとは思いますけれども、こそっとね、狙ってみていただけたらと思います。はい、またですね、まあ、いつものように明日午前中セール会場バーッとこう見渡してですね、お得の商品を見つけてからこれが狙い目ですよっていうね、動画を上げたいと思っておりますので、そちらの方もね、楽しみにしていただけたらと思います。でさらにね、数量限定のタイムセールもありますので、そういったもので、あ、これいいぞって思ったものが見つかったらですね、その都度ツイッターでもつぶやきますので、僕のね、ツイッターの方もチェックしていただけたらと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。